はい、皆さんこんにちは。本日の動画はユニクロ2024年秋冬の新作ボトムス展示会にご招待いただいたので、今日はそちらの様子をお届けします。ボトムス以外にもいくつか新作を着用してきたので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ではまず最初は7月上旬発売のデニムジャケットとワイドストレートジーンズになります。今着用しているカラーは新色のオフホワイトになるんですけど、実物もすごく綺麗な色味でした。こういった色合いのデニム系はなかなか見かけないので、一着あるとコーディネートの幅が広がりそうですね。はい、お次は先ほどのデニムジャケットの色違いダークグレーと、レディースの新作ワイドチノパンツの丈長めになります。レディースのパンツなので少しフェミニンな印象はありますが、少し太めなチノパンツをお探しの方はぜひチェックをしてみてください。はい、お次はウィンドプルーフスタンドブルゾンとユニクロ U のワイドフィットチノになります。このユニクロ U のワイドフィットチノはシルエットと色味がすごく綺麗だったので、個人的にかなり好きなパンツでした。このダークブラウンのカラーがすごく渋くて良かったですね。はい、お次はレディースのワイドトラウザージーンズです。こちらも少しフェミニンな印象はありますが、裾に向かってまっすぐ落ちるワイドフィットで足がすごく長く見えます。はい、お次は7月上旬発売予定のジャージーオーバーシャツとユニクロ U のワイドフィットチノになります。ワイドフィットチノは先ほど履いたサイズよりもワンサイズアップしているので、少しゆとりがあるシルエットになってます。このジャージーオーバーシャツは初めて着用したんですけど、伸縮性がすごすぎました。はい、お次は7月上旬発売予定のデニムジャケットとブロードシャツ、ワイドストレートジーンズになります。先ほど着用したオフホワイトのカラーに比べて、こちらのブルーはベーシックなカラーになるんですけど、落ち着いたネイビーの色味がすごく素敵でした。はい、お次は先ほど着用したジャージーオーバーシャツの色違いブルーと、7月下旬発売予定のコーデュロイイージーアンクルパンツになります。ファスナー前開きのウエストゴム仕様で、コーデュロイ生地も細うねでかなり上品見えするパンツだなと思いました。ラフな大人スタイルにはもってこいのパンツですね。はい、お次はウィンドプルーフスタンドブルゾンと7月下旬発売予定のギアパンツになります。このギアパンツは縦横伸びる2ウェイストレッチの生地を使用していて、バックルベルトや6つのポケットなどディティールにこだわったパンツになります。小雨程度の水をはじく撥水加工もされているので、普段使いはもちろんアウトドアシーンでも活躍するパンツですね。こちらは私も以前ご紹介したクラウンパントサングラスになります。カラーレンズ付きも発売されたみたいなので、気になる方はぜひチェックをしてみてください。
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日の動画はユニクロ2024年秋冬の新作のご紹介でした。すでに発売されているものもあれば、これから発売されるものもあるので、ぜひ気になる方はユニクロの SNS やホームページをチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。